E、ではいつも YouTube にアップロードしている日本語の動画の制作と合わせて海外の英語で作られた学習動動画の翻訳活動を進めています。この動画では特にそのボランティアの方々に一番最初入ってもらった時にやっぱり動画に字幕をつけるっていうのはなかなか作業しづらいところもあるのでそれをなるべく分かりやすくお伝えしようと解説を動画でしていきたいなと思っています もう本題に入ってしまうんですがまず e ボードで翻訳ボランティアに参加していただくためにはユーザー登録をしてもらわないといけませんこれはなんでかっていうとやっぱり翻訳が済んだのか途中で終わってしまったのかとかもしくは翻訳の内容を確認したのかそういう状態を確認するためにしっかりデータを持っておかないといけないので それを管理していくためでで、す。ユーザー登録が進むとまあこれはえっとトップページで今中学校の英文法の学習マップが表示されているんですが一番下にこの翻訳ボランティア募集中というのが表示されていると思います。 ユーザー登録が済んでいない時とかもしくはこの翻訳者に登録が済んでいない時はまこのどんな活動をしているかっていうのは簡単に表示されていますよとでこれちょっと読んでみて翻訳者をぜひやってみたいなという方はこれを押していただいていまでもちょっと今は難しいなという人はぜひ Twitter であったりこの Facebook で広めていただけるとものすごく嬉しいですまでもちょっと今回は登録をして話を先に進めましょう 登録をするとまこういうのが表示されますねまずここで1つ目はえっと Facebook の翻訳ページというのがありますちょっと開いてみましょうかえこれは何かっていうと eboard のサイトの方で翻訳の状態であったりもしくは承認の状態っていうのを確認をしていくんですけどやっぱり翻訳をしてると細かにここがわからないとかあそこはわからないとか メッセージを発信していく必要があるのでそれを翻訳者同士で共有できるようなそういうコミュニティにしていますよとここはなので例えば翻訳を始めましたとかあとは終了しましたとかっていうのを随時報告をしていただけるといいなと思うので Facebook 使われている方は登録をしてくださいでえっと 翻訳作業の進め方は今作っているこの動画がここに出てくるのでそれを見て作業の内容を確認してくださいという話ですそれじゃあ早速ですが翻訳する動画を探してみましょう何でもいいんですけど自分が勉強してきたことだったりもしくは関心のあることそういうのだと翻訳しやすいんじゃないかなと思いますそしたらこの細胞の作りちょっと20分ぐらいありますけど行ってみましょうか 動画を選択するとこのように,ここに動画が表示されますよとその下にちょっと簡単にこの動画の情報も表示されています例えば YouTube のページにここから飛ぶこともできますよと YouTube のページの方を見てもらえるとこれがどれぐらい再生されているのか65万回も再生されているわけですねそういうのを確認してもらうことができます あとはここの制作者これはカンアカデミーが制作した動画になってますそして一応ここは必ず確認しておいてほしいのはこの登録コースです eboard の動画っていうのは一つ一つじゃなくて単元ごとにまとめたコースというものになっていますこれは細胞と細胞分裂というコースでその中でこれは細胞の作り2つ目のものを見ていたわけです で、この一つ目のやつはま翻訳中かもしくは翻訳が終わっている状態でまこれを翻訳しようとしているわけですね。まなのでなるべくこのコースに登録されている動画は位置の方から順番に翻訳をしていくようにしてください。でもそんな風にちょっと色々考えて面白そうだしこれを翻訳しようということであれば今のボタンを押して 翻訳を開始するのをボタンを押してぜひそれをシェアしてくださいもちろん eboard のデータベースの方でもこれが翻訳中になったなっていう情報は確認してるんですけどそれをこのようにシェアしていただくことで Facebook のページにシェアしていただくことでグループを選択して先ほどの先、e、ほどの eboard の翻訳グループを選びますまあ何でもいいんですけど翻訳 を開始しました投稿してもらえるとスタッフの方がより状況を把握しやすくなるので是非翻訳を始めた時にはこの投稿をするようにお願いしますそしてさっきのページを確認してみると今の投稿がこのように当たり前ですけど出ていますよね ここまで来れば翻訳作業をもうどんどん始めていってください。で、e、eboard の翻訳は、この eboard の方で翻訳の実際の作業をしていくわけではありません。えっと、カンアカデミーであったり、TED とかも利用している amara という翻訳のサービスを使っていきます。 ここのタブをクリックして、日本語がある場合はそれに追加していく形でやってもらえるといいです。今まで翻訳してきた人がいて、途中になっているような場合、日本語が残っていたりするので、そういう場合は日本語を選ぶ。それがない場合は、この Add New Translation をして、日本語を追加してください。 そうすると a m a の画面にダイレクトされるのでこれはもう動画を見てこの英語の字幕が表示されますよねその字幕に合わせてここに対応する日本語を打ち込んでいくとそれずっとやっていけばいいですねまこの動画はかなり長いですけどまあ最初は短めの動画から始めるのがいいんじゃないかなと思います もしここでちょっと翻訳をしていて分からないことがあったような場合にはまた先ほどの翻訳の画面から Facebook のグループの方にシェアしていただいてもいいですしこちらにも書き込んでいただいても OK ですそしてこのアマラの方で翻訳が終わればこの終了ボタンを押してま,すまずはこのアマラの方で動画の翻訳の終了をお知らせするというか完了させてください もちろん一気にやる必要はないのでいっ中断させたい時はこれセーブをして進めていくとそしてアマラの方で翻訳を完了させて翻訳が終わってしまった時はこの翻訳の完了を知らせてくださいそうすると完了の状態になってスタッフが内容の確認をしていきますのでよろしくお願いしますもし翻訳をすると時間がなくなってしまったとかこれはちょっと難しかったなとかそういう場合もあり